わざわざ7、8兆円の税収減を招くよりも、招く政策よりも、もっと安上がりで費用が少なくて済む政策があるんじゃないかと。所得控除のルールでいくと、もともと所得控除っていうのは高額所得者の方が有利になります。高額所得になればなるほど、それが所得控除です。蓋を開けてみたら実態としては高所得者向けの政策だったと。玉木さん、それから国民民主党はもう後で、すいません、フリーの記者の横田ですけれども、先ほどの質問とほぼ同じなんですが、根拠はですね、11月12日の日経新聞に103万円の壁解消、178万円への非課税枠拡大への疑問提示の記事が出てたと。でその内容は、総額7、8兆円の巨額の減税の恩恵は高、所得者に偏る構図が浮かび上がるということと、働き控えを解消するには特定扶養控除の基準を引き上げれば、それほど税収も減らずに就労を後押しできるという指摘があったもんですから、これに対する、維新の考えをお聞きしたいんですけども。今僕は代表候補なので、代表候補という立場でお答えをいたします。まず先の選挙において103万円の壁を取っ払って178万円にするということは、玉木代表もそれから国民民主党も大きく掲げて、そして多くの有権者の支持を得て、選挙の結果が出ましたから、ぜひこれは実現をしてもらいたいと思います。そこは僕は玉木代表そして国民民主党さんにもうがしっかりやられることだというふうに思っています。で僕自身は社会保険の壁だというふうにまず1点、ここをなんとかする必要があるというのがまず大きな考え方です。で質問に答えるとするならば、103万円の壁っていうのは、その手取りを増やすということを前提として考えると、103万円から104万円に上がったとき、104万円全部にかかるわけじゃなくて、増えた分の1万円にかかるんです。ですので、例えば所得税500円、ですので、その106万円や130万円に実は逆掛けにはなってないんですね。手取りが減る構成にはなっていません。じゃあなんでその減るのかというと、実はそれは扶養控除が外れるからなんです。ですので、その扶養控除を外れない仕組みにすれば、その学生さんの手取りが減るわけでもないし、親の扶養控除から外れないのであれば、働き控えをする必要もないということになるんだろうなというふうに思います。でただそこに次にぶつかるのが106万130万の壁だと僕は思っていて、それは崖でもあるわけですよ。なのでそこは僕は維新の会としてやっぱそこを中心にこれをどうするんだというのを強く訴えていきたいと思います。でここは今日も立憲が法案ですかね、給付法案みたいなのを出したっていうのがありましたけれども、やっぱりここの壁をいかにまずは穴埋めをする、どの穴埋めの仕方がいい、どういうやり方がいいのか、財源はということもあると思いますが、ここは僕は先ほど申し上げた税額控除、勤労税額控除かなというふうに思っています。最終的には我々給付付き税額控除の考え方ですから、税額控除にすると、そして一時的に埋めて、けどそれでもあくまでも応急措置であって、先ほど申した社会保障というのは結局は本質的にやっぱり見直していく必要が次世代のためにあると思っています。ぜひ皆さん給料の手取り、給料明細をよく眺めていただきたいと思います。一部の高所得者の方を除けば、もうほとんど大多数の人は実はどこで手取りが減っているかというと社会保険なんです。自分の所得税欄と住民税欄見てもらって、税の欄と社会保険の欄見てもらって比較してもらったら分かるんですけど、圧倒的に引かれてるのは社会保険のところです。ですので手取りを本当に増やすっていうのは、この社会保険をどうにかしなきゃいけないんです。僕はそう思ってます。しかもその社会保険っていうのは、実はその見えてるのは氷山の半分であって、氷山の下半分は事業者が負担してます、人件費として。その人のつまり、これが負担が大きくなるということは、事業者側から見るとこれは人件費ですから、賃金抑制になって、賃上げ抑制になってるわけです、社会保険っていうのは。もしそれがなければ、あるいはそれが負担が少なければ賃上げに回せるわけですから、
ですので実は手取りが少なくなっているという一つ目のパンチに合わせて、二つ目のパンチは賃上げ抑制のパンチも食らっているわけです、社会保険によって。そしてそのパンチは結構大きなパンチで、あの給与明細見てもらったら、よく見てもらったら分かるんですけれども、社会保険の方が圧倒的に、社会保障費の方が圧倒的に手取りを減らしている金額としてあります。ですので、ここをどうするのかっていうのが本来的な、今の手取りを増やすということにもつながるし、今の手取りだけじゃなくて、僕たちの子どもたち、孫たちが大人になった時の手取りにも関わってくるわけです。ですので、それを今僕はやるべきだというのが、あの考え方です。まあ、なので我々としては106万130万社会保険の壁、維新の会としてはそこに正面からぶちかぶっていくべきだと思います。ただ申し上げた時はやっぱり玉木さん、それから国民民主党はもう圧倒的に支持を得て、特に手取りを増やす、103万円の壁をぶっ壊して178万円にするということを公約に掲げて、そして多くの皆さんが支持されたわけだから、まあ、僕はそれ実現してもらいたいと思いますし、それは国民民主党がやられることだというふうに思っています。まあ、我々とすると、ただ維新の会とすると、まあ、維新の会も可処分所得を減らすというのを訴えて、この実は医療改革とかもなかなかあのメッセージとしてはうまく、伝えることはできしきれなかったと思うんですけれども、この社会保険改革に、社会保障改革にいかに切り込むかっていうのが、今の手取りを増やすことに加えて将来の子どもたち孫たちの手取りも増やすことにつながるので、あの逆に言うと、いや何もやらなければさらに手取りを減らす方向に つながってきますから、あのそこは非常に大事だというふうには思っています。そしてよくこれを言うと、いや社会 保険の場合はあくまでもそれを払うことによって将来の自分の安心のために払ってるから大丈夫でしょっていうのが、あのこの錦の御旗のように言われるんですけれども、じゃあそれ本当に将来今の制度で大丈夫ですかっていうところに僕は非常に大きな疑問を持っています。今が例えばね、あのアフリカ諸国であったり、いろんなあの人口が増えて若い人が多い世代、あの国であれば僕はそれで、あそうだなってなるんですけど、あのさっき一番最初の質問でもありましたけど、逆に進行するわけですから、別にそれは悪いことじゃなくて、それは事実としてそうなるわけだから、とするならばやっぱりそこが僕は、まあ、国政政党としてはぶつかっていくべき、野党国政政党としてはぶつかっていく壁だという考え方です。なのであの玉木さん、国民民主党にはぜひ103万の壁をぶっ壊して178万やってもらいたいと思いますが、僕らはそちらに組みするというよりは、むしろ106万130万社会保険の壁の方に組みしていきたいと思ってますし、そうすべきだと思って考えています。あの財源論についてはどうお考えでしょうか。7、8兆円の税収減を招くと、で、政策の効果、費用対効果、税収減対効果を考えると、まさに今吉村共同代表がおっしゃったように、その扶養のところがポイントだと、そこを解決すればこの問題はほぼ解決、あの学生バイトの働き理解というのは解決するんじゃないかと、そうすれば大幅な税収減を伴わずに、この問題解決できると、 まさにあの103万から104万となっても500円しか所得税取られないわけですから、9500円は手取りとして残ると、あとは控除の問題だけなんだから、そこだけ解決すればわざわざ 7、8兆円の税収減を招くよりも、招く政策よりも、もっと安上がりで費用が少なくて済む政策があるんじゃないかと、そういう論戦を挑んでいくお考えはないんでしょうか。それはあの減税分は所得として国民に戻ってくるわけですから、その国民の全体の所得がその分増えるじゃないかと、 お金が消えてなくなるわけじゃなくて、役所からすると財源は確かね、あの減収になりますけれども、国民からするとそれは収入が増えるということになりますから、その全て この人にとって増えるということになりますから、国民の手元に戻るということを訴えて、大きな支持を得たわけなので、それはあのもう死に物狂いで実行するとおっしゃって、まあ、その死に物狂いでぜひ実行してもらいたいというふうには思っています。ただそこで、そうだそうだって一緒に、それはもうやっぱ国民主がすごく支持を得たので、それはもうやって、やられると思います。そして先ほど横田さんがおっしゃったような、何かこう消えてなくなるんじゃなくて国民の手元に戻るわけだから、まあ、そこをどう評価するかっていうところであって、それはでも多くの国民の皆さんがこれはやるべきだというふうに民意を出されたわけだから、それはあの
こう前向きに検討していくことにはなるんだろうというふうには当然思います。あの日経が指摘しているのはその恩恵が所得が戻るのがですね、高所得者に偏在していると偏っていると、学生のバイト若い世代の低所得者向けの政策と言いながら蓋を開けてみたら実態としては高所得者向けの政策だったと、これ国民を騙したことになるんじゃないかと、まあ、仮に、選挙で結果で議席伸ばしたとしてもその政策の実態をきちんと評価しないといけないんじゃないかという趣旨で質問してるんですけども、それはもちろんあの、高額所得の人はそれだけたくさん納税もしていますから、あのこの今の所得控除のルールでいくとね、税額控除だとは違いますけども、あの所得控除のルールでいくと、もともと所得控除っていうのは高額所得者の方があの有利になります。高額所得になればなるほど、それが所得控除です。ですのでこれは玉木さんがどうというのは所得控除そのものが持つ内在しているものだというふうに思っています。だから僕は税額控除の方がいいという考え方です。でその所得控除、ただこの金額だけ見ると確かに、だから当然あの高額所得の方が所得者の方が減税額が大きいんだけど、でも割合で見たらやはりあの、所得が少ない方の割合もやっぱ高くなりますから、まあ、それはやっぱ評価の仕方だというふうにはあの思います。なので、うん、まあ、僕はぜひ実現してもらいたいと思ってますよ、うん、だってこれだけ多くの民意を得たわけですから、なのでぜひ実現してもらいたい。でただ僕たちは本質は社会保障だと思っているの、社会保険だと思っているので106万130万社会保険の壁、ここが僕は手取りを増やす、可処分所得を増やす、そして今のそれだけじゃなくて将来の子どもたちの手取りや可処分所得を増やす、あるいはもうそれ減らさないようにすることを考えた時に社会保障改革だと思ってますから、維新の会としてはそこに力を入れていきたいと思います。あの維新の会は与党でもなければもう38年で数が減った方ですから、あのそんなにたくさんの戦力があるわけじゃないのでね、あの僕は代表候補としてやるならばやっぱり局所戦をやるべきだと思ってるんです。全部手を広げてできるようなことなんかなかなかないです。僕はだってたった38人しかいないわけだから、しかも数も減ってるわけなんで、そうなってきたら僕は局所戦に持ち込むべきだと思ってて、その局所戦の一つが社会保障だというふうに思ってます。103万円の壁の方はもう玉木さんが大きな支持を得たわけだから、玉木さんと国民民主にぜひ実現してもらいたいと思っています。はい、ありがとうございます。すみません、朝日新聞の野平です。あの東京都知事選に立候補した石丸伸二前秋田方市長があの来年の都議選に向けて地域政党を立ち上げるということを表明しました。あの共代表以前あの対談もされてまして、あの東京一極集中の、まあ、打破ですとかあの他局分散などその政策にも共通点あると思うんですが、今回その地域政党立ち上げを、石丸さんが表明されたことについて受け止めお願いします。面白いと思いますね。ぜひやってもらいたい。あの石丸さんと対談したんですけれども、あもちろん東京都知事選で石丸さんの訴えていること非常に近いなというふうに思っていました。価値観も含めて、そして実際2人で対談をネット番組でさせてもらいましたから、あの一極集中の是正であったり他局分散、の国家を目指していくだとか、まあ、非常にあの価値観とか根本的なあのこの政策思想が近いと僕は思っています。あのその石丸さん、そしてまだあの初めてのこの選挙であれだけ東京都民から多く の支持を得たということは本当にシンプルにすごいというふうにも思っています。まあ、その石丸さんがあの東京において地域政党を立ち上げて、そして東京から日本を動かすというのはもうぜひもうあの面白いなという思いで見てます。何か具体的にあのどうこうするとか何か連携がどうとかそんなのは別に今の段階ではありませんけども、まあ、昨日そういう話されて本当に面白いなという思いで、面白いなっていうか、まあ、その本当にこう、将来 この国家の在り方、東京の在り方を考えて、おられるんだろうなというふうには思っています。まあ、そこまで親しくはないんですけど対談したぐらいなんで、はい、もう一回まあ、今後その連携動向というのは今ないということですけれども、あの東京都知事選の結果を見るとですね、あの維新は候補出してなかったので、まあ、参考結果ということになると思うんですけれども、あの弊社の出口調査では維新の支持層の約4割があの石丸さんにあの票を投じていました。で、まあ、仮にその東京で地域政党を、まあ、立ち上げるとなるとその票を食い合うというような可能性も、まあ、今後、あると思います。そうしましたらその東京市にとっても大きな影響は出てくるんじゃないかなと思うんですけれども、このあたりについての見通しはいかがでしょうか。
やはりその出口調査でその結果が出てるっていうのは、あの維新を支持してくれてる方は別に維新の会という政党を支持しているとは、維新の政策とか理念を多分支持してらっしゃるので、あるいは熱量とかパッションとか、この人やってくれそうだとか、そういうことを支援してるんだと思います。あの支持母体では、支持母体ありませんのでね、何があっても支持するというような、あのこう企業団体献金を受けて受ける、あの自民党であったり、あの公明党であったり、いろんなこう支持母体がある政党では我々ないので、維新を応援してくれてる人っていうのは理念とか考えたかだとか、パッションとか、まあ、そういったことを、あるいは可能性とか、そういうことをあの信頼して、投票してくださる方が多いんだと思います。ただ大阪においては我々実績も積んでいますから、まあ、そういったことに、それに実績等が加味されると、あ、言ってるだけじゃなくてやってるよねっていうことも加味されると。ただ他の地域ではその実績ないので、まあ、そういった考え方で支持をしていただいていると思いますから、あのそれは石丸さん、先ほど申し上げた石丸さんは僕から見て考え方近いな、価値観も近いなと思ってますのでね、あの筆記それはあのそちらをあのに投票する方が増えるというのは普通のことなんだろうというふうには思っています。あの、まあ、選挙戦どうするかとかいうのはあの、まあ、これからのことなので、今何かあの案があったり考えがあったりするものではあのありません。でも先ほど去年、昨日も僕言いましたけれども、あの国際維新の会として目指す姿、最終的には同州制を目指すわけですけど、その簡単にいかない、じゃあその過程でどういうことを目指すかっていうと、やはり多極分散型の国家、多極分散の成長型国家を目指すべきだというのは、これは僕自身の持論としてずっと思っているところでもあります。なので、まあ、そういった意味ではあの非常に本当に理念が近いなとは思って石丸さんのことは見ています。まあ、あとは、まあ、それ以上でもそれ以下でもあの ないです。何か選挙戦略が今あるわけでも当然ないですけど、うん、だから、まあ、維新の会としても、まあ、ブレずに、あの今回日本維新の会の僕がもうパーパスを上げました。まあ、これからあの、日本維新の会 あの、ね、代表に なりたいという候補者が出てこられて、あの公約も掲げられると思いますけれども、あのその日本維新の会のパーパスとか、あの存在意義というのを、まあ、軸をぶらさずにもう一回あのしっかりと固めていくということがあの重要だと思います。なので選挙テクニックとか、 なんかそういうのであの乗り越えれるもんじゃないんじゃないかなとは思ってます。有権者の皆さんもよく見てますからね、そこは。このテクニックを使ったから票が入るみたいな甘い世界じゃないですよ、特に選挙は。僕はそう、自分の選挙、まあ、そこは多くないですけど、まあ、維新対それ以外全部の選挙も何回か僕自身当事者としてやってきましたから、過酷な選挙もやってきましたんでね、そんなに甘くないというふうに思ってます。あ、たびたびすみません、フリーの横田はじめですけども、兵庫県知事選で斉藤前知事を支援、表明している立花孝志候補がですね、亡くなった元県民局長の欧州パソコンにあった個人情報を街頭演説で喋りまくってるんですが、立花氏に聞いたら3人の県議から聞いたと。で、同じようなことが維新の堀井健二衆議院議員、当時の加古川駅で一般人に同じ個人情報を話していたことで、吉野さんが厳重注意したということなんですが、これ維新が情報発信漏洩源になっている可能性はないんでしょうか。その堀井健二議員の時にその情報漏洩ルートを調べられたんでしょうか。本来だったら厳重に保管されるべき個人情報がどうも県議を通していろんなところに漏れているようだということで、徹底調査はされたんでしょうか、堀井健二議員の問題ができあの起きた時に。あの堀井議員に対しては、まあ、僕は直接聞き取り等もやっていませんが、幹事長が対応しました。まあ、幹事長からの報告ですけれども、あの事実とあの不確かな情報を言ったことに対して、こう注意処分したというふうに聞いてますから、横田さんのなんか横田さんが言うなんかストーリーとはちょっと違うんじゃないかなと思います。あの維新の県議が立花孝志氏に、個人情報を提供して街頭演説で喋りまくっているという疑いについては調査なさるお考えはないんでしょうか。それはあの聞いたこともありません。あの街頭演説、まあ、まさに YouTube なんかあるいは政見放送でも立花候補は欧州パソコンにあった、倫理上問題ある個人情報をどんどん話しているんですが、
だからそれがどこからの情報を入手したかっていうのは立花さん聞かないと分からないと思うし、維新の議員がどうこうというのは僕は分からないです。はい、ありがとうございます。